格闘キャスターへようこそ、シンです。そこに n 人がいます。ハローエピソード159では、なぜシンアオキが負けたのかについて話したいと思います。おビッグファイトでしたね。ビッグビッグファイト。まあ、あとあー、DJ とロッタンの試合も結構印象的だったので、はい、えっとそれについても話すつもりです。はい、あとね、ライゼ追加カードもあったから、それについても話します。<ー>結構トピックが多いので。 え早速飛び込んでいきたいと思いますが、その前に、そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしてそのいいねボタン、それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。1FC メガ大会終わりました。もう午後の2時から11時まで続いたんだよ。なでカードが3つ連続で <laughs> 続いてたっていう感じで。 すごいいい試合もいっぱいあ,ありましたでももちろん新ア木 VS 秋山セクシーヤマはい <laughs> セクシーヤマっていうリングネームを考えた方は天才です <laughs> だって忘れられないもん <laughs> ねしかも似合うじゃんそうですねあの黄金の筋肉を持っているセクシーヤマ UFC に行ってからついたのかな僕は UFC から知りましたセクシーヤマという名前をでしょうん、うん だって完全になんかアメリカ人が思いつくようなリングネームじゃん。Yeah, yeah. セクシーアーマーどうなんでしょう知ってる方はコメントでお知らせください。でも、まあ,あのもちろんメインイベントじゃなかったんですけども僕の中ではメインでした、oh. <笑> <Yes>. <笑>。超楽しみにしてました。でもちろん深夜大きい、もちろん一本勝ちって <laughs> すると思ってたんですけれどもまさかまさか。はい あのまあ、逆でしたね、<ー>逆っていうと秋山がフィニッシュを取ったということですはいまあ、直人もこの試合見たよね見ました、うーん、直人、なおといつも結構興味,く興味深く説明するので、なぜ、もちろん僕も後から言うんですけども、なんで新青木が負けたか、なんでなんで。 どうそうそうそれ聞きたいんですけれどもどう思いますかでいやーなんでえーとまあその試合を見てまあ何て言うんでしょうあまあ青木選手が勝つパターンはやっぱりサブミッションじゃないですか、うん、でその圧倒的なサブミッションのテクニック、うん、で秋山選手の,そのヒストリーはあんまりすごい詳しいわけじゃないんですけど、うん あのまあ、柔道をできるが強い I think he's a third degree black belt. あ<の> <so S 2> 黒帯かなり強い。でも柔術のレベルは青木選手ほどじゃないと言っても間違ってないと思うんです。Uh huh. とすると、えー、とそのサブミッションを防ぐにはテクニックか力が必要、uh huh. でしょやっぱり力でなんとかできるじゃん。Uh huh. 弱あの力がなくて弱い体でテクニックもなければすぐサーミッションされちゃうっていうパターンを想像できるんですけど、うん、今回、秋山選手のフィジカルのパワーとその強,、うん、強その力が青木選手が最も苦戦したところなんじゃなないいかなと思いました、うんうん、じゃあ、青木がなぜ負けたっていうよりも秋山が強かったっていう感じで。 そうですね青木選手はもうパーフェクトの戦いを見せて逆に秋山選手が強かったから青木が負けたっていうような感想そうですねだってバック取ったじゃん取りましたねバック取ってずっと乗ってったけど防いだ、うん、でその後テイクダウンも防いで、うん、えっとシングルレッグ掴みに来た時バンバンって片足に飛びながらパンチやってたでしょ。うんうんうん いやかなり力、パワー、筋肉 <laughs> がないとできないこ<肉>ともちろん筋肉のおかげで勝ったって言わないけどでもそれがなければ負けたパターンは十分想像できると思います、うん、そうだね、フィジカル、まあ体見ると誰でも分かると思いますがそのフィジカルさはありましたね。うんうん、まあ僕も確かに秋山選手、すごいなんて言えばいいんでしょう。 いい戦いを見せたかなり、うん、まあそうだねパーフェクトとも言えるんじゃないですかうんうんうん、うん、やるべきことをやりに来たっていう感じです、ね、そうですねそうですねいい結構まあ作戦を実行したと思うでそれについても話すつもりなんですが秋山じゃなくて、えー、と青木選手がなぜ負けたっていうまあ僕の中では かなり大きいのがあってそれは、うん、まあ結局青木選手って寝技が強いじゃんはいで打撃が苦手はいでも打撃を出す時は結構もいタイの戦い方を使うじゃんはい蹴り掴んで膝とかだからそこは攻撃とかを考えると普通にうまいと思うよ だって蹴りをキャッチしてタックルされてもそれでいいから、はい、組んで、なんかこかされて下に乗ってもそれでもいいから、はい、でも、モイタイの攻撃を使うんですけどモイタイのディフェンスを使わないんです。お<ー>でそのモイタイのディフェンスって結構アップライトじゃん、はい、で蹴り、膝出すんですけれどもその弱点としてはパンチが飛んでいくと頭がずれあ横っていうか,なんかそのサイドに動かせないんです。ううん、うん、うんああ スリッピングって言うんですけれども、それがなかなかできないんですよ、結構、アップライトに立ってる人は。だから、はい、その代わりにこう、ストレートから来るパンチを、まあ、前の手を伸ばしてこう、自分の顔を隠したり、か、後ろの方の手をこう真ん中に持ってくるんですこうやって。あ<ー>で、それでこのストレート、まっすぐ入ってくるパンチをガードすることができるんですよ。で、例えば、クレベル・小池選手、結構上手いですよ。お<ー> 打撃だけじゃなくて、もう1体のディフェンスも使います。はい、で、考えてみれば、クレベル攻撃って当てられるときはいつも攻めてるときじゃん。はい。でも、それはちょっと攻めてるから、はいはい、でも、ガードだけしてこう蹴って、膝を狙ったり、ただ自分を守るっていうときだったら結構上手いの。<ー>そのもう1体のディフェンスも使ってるから。選手は もう一体の攻撃を使うんですけども、そのモイタのディフェンスのところでちょっと、あのー、テクニックが足りなかったっていう、まあ偉そうな意見なんです。うん、あで、あとはその掴みに行くとき、はい、ただそのまま掴みに行くじゃん、はい、なんか攻撃を出してから掴まないと、そうですよ、ねうん、ででも、でも、もちろん秋山選手、そこを結構狙ってたので。うん あのー、クロス、秋山としか言えないです。はい、でも基本的にもう1体でもそのままつかみに行くぞっていけないの、パンチもらうから、はいうん。で、秋山選手はそれを知って、青木選手が、まあ、サウスポー対オーストクスなのであの、青木選手、サウスポーじゃん、右手を伸ばして秋山、はい、選手の頭を掴みに行くときに、うん、秋山選手は右ストレートを入れてたんです。はいうん、だからそういううういい時にこういう 後ろの手でで真んん中をガードしたいんですよ、はいうん、だから、あのー、そこなんじゃないかなと思うで結局その立ってる時から打撃を聞かされてパウンドされたじゃんはいそうなんですよでも本当にいい試合だった、うん、1>, 1ラウンドもうん、あここで終わりだなってあ予想通り新青木選手一本勝ちしかも1ラウンドで思ってたんですよであのー、その 青新青木じゃなくて、秋山選手がなんかうわっくっくっくとなんかチョークされる直前のそういう音が出るじゃん、はい、あれも結構聞こえてたから、もうフィニッシュされると思ってたんですけど、まさかね、逃げ出しました。で、ラウンド2が始まると、秋山選手が自分から前に出たじゃん。はい、結構それあの 青木選手にとって想像外だと思ってた、思いました、普通なんかタックルが怖いから下がって、距離を取って戦うじゃん、はい、ただ、秋山選手は自分から前に出て、逆にプレスをかけて、あー青木選手を押し返したで、結構スマートですよ、でなぜかというと、青木選手が前に出ると下がるスペースがあるから、はい、逆に秋山選手が下がって、青木選手がセンターを取ったら、もう下がる場所がないじゃん。はい すぐ捕ままれれて組まれるでも面白いことにこの作戦を使ったのが UFC ファイターのもう引退したんですけどもハビフとやった、うん、ファー,ーアライ・クウィンター選手そう結構低く構えて前に出て、はいはい、プレスをかけた <laughs> あとは今日の UFC で行われたカイ・カラフランスがアスクロフ に勝ってその同じ作戦も使ってましたね、うん、だから結構あんまり使われてない、あのー、作戦打撃ファイター VS グラフラーの戦い方だったと思いました、はい、でもそのおかげで打撃かせてあ躊躇せずあと ッッグレシシブにななりすぎなくてフィニッシュした、うん、だから直人が言った通り結構パーフェクトな戦いを見せたすごいでも青木選手も絶対もっとうまく自分を守れたと思うはいいや、yeah、それは僕のそうですね感想ですうん、うん、まあもういなんていうんですその右ストレートで聞かされちゃったからねそう聞いたらもうディフェンスはゴミ箱に入っちゃうから 本当にずっと毎日トレーニングしてなければ毎日ディフェンスをトレーニングしてないとね頭殴られたときに全部忘れちゃう <laughs> そう癖,、うん、癖にならないと、うん、でもまあ僕青木選手どういうトレーニングしてるか分かんないと思うんですけれども普通に人間って自分がうまいものを練習したいじゃん、はい、自分苦手なものをやりたくないから、はい、人間の 別に DNA に入ってる本当にそうなの <laughs> うまいものはたくさん練習するでもだからこそそれが一番うまいの、うん、で、うん、苦手なものはやりたくないから一番なんだろう練習時間が少ないから一番苦手とも言えるだ,だから苦手でも弱点はなるべくカバーしないとはいみんなそこを狙ってくるからはいもしかしたらもちろんあの もしかしたらっていう話なのです、すなので新大木選手は秋山選手をちょっと軽く見てたっていうのはあるのかな。うん、まあ、なんていうんでしょう、すごいきつい減量しなくちゃいけなかったんでしょう。それ13キロかな。うん、大変でしょう。しかも水抜き、1FC ルールもあるから。うん、そう。だから、なんていうんでしょうその。あんなにフィジカルがが仕上がって そのピリピリした速い動きと寝技を防ぐ力がいなんか全然想像以上にあったと僕は思います。うんうん、なるほど1ラウンドからフィニッシュを取りに行ったからね、うん、あそうだね、それは疲れるよ、フィニッシュを、はい、まあグラップリングもそうなんだねって思いました、やっぱり打撃でも1ラウンドから KO しにいくと、多分あの2ラウンド、3ラウンドはきついよ、グラップリングは多分そうなんじゃない ああ絶対そうだと思う <laughs> あ,るありえるよねあるあるある、うん、あのー、まあクレイジー理論だけど絶対それメンタルのことだと僕は思いますああ<ー>だって今日はここ例えば仕事だとすると絶対これを終わらせるこの時間までっていう意気込みでバンって入ってあの思い通りにいかなかったら疲れるじゃんうん確かに やる気なくすよと思う <laughs> そうだね、うん、まあ新大木選手も超ベテランだからそういう経験もたくさんしてると思うしはい、うん、まああの秋山選手おめでとうございますっていうことしか言えないよねはいいやセクシーヤマやりましたよ46歳47歳すごいですねす信じられない四十そうだねその年齢でその体は ちょっと何かおかしいよ。いや <laughs> <Yeah>、<laughs> そう思わないすごいなんか盛り上がってたよね。あの会,場会場が。いや、yeah、だってあの試合すごかったもん。うん、しかも秋山選手、超アンダードッグだったから<ー>、うん。で、やっぱり日本の、まあすごい、あのー、秋山選手が勝って嬉しかった人も言いますけれども、多分あのー、ほとんどは青木選手に勝ってほしかったんじゃない うんうん、やっぱり日本、まあ秋 <laughs> 面白いことは秋川選手も日本人だから、でも、はい、な日本人じゃないじゃん。うん、でも、しょうがないよね、しょうがないよね、うん、ただその、韓国の MMA 界から見ると、もう超う嬉しいでしょう、そうですね。いや、yeah、そうだよね。<laughs> <laughs> wow 面白いね。本当に面白いと思った。でも、あのー、やっぱり、こういう試合の後、ツイッター結構盛り上がるじゃん。た、はい、だこうだって、はい,はい。はい、うん。軒山選手も。その歴史があるからね。その。えー、桜は、その試合で。うん。でも。負け、自分が応援してた。 選手が負けた後からこういうのを言い出すのってすごいかっこ悪いと思わないあーまあでもいけないことはやったんでしょまあねまあねうんそうだねいけないことをやったらでもあとなんかそのワンの水抜き でなんかやっちゃダメっていうのに秋山選手なんか試合後にすごい体重増えてるどうなってるんだああ、うん、だこうだってなんかそういう言い訳を探しに行くのははい、うん、でちなみにその 1FC のその水抜き検査ってどうやってるかわかんないんだけど絶対その抜け穴がある、うん、抜け穴、まあ、まあそれはある絶対あるあるで絶対あるで水抜きがダメだとしても自分の体重を落とすことは 完全に可能だから、はい、で秋山選手みたいにそんな筋肉が多い方はただ炭水化物を抜いて結構落とせるよで炭水化物ってね筋肉の中で貯められるんですあのグライコジンって言うんですけれども貯めるとあのー、水分も保つんです<う>だから炭水化物って呼ばれてるじゃん水が入ってるじゃんはい、yes、だからその理由で なるほどだから筋肉の中には炭水化物が入るとその筋肉の中にも水が入るでもそれはその脱水症状と関係ないの<ー>だからその中の筋肉に溜まってる炭水化物を抜くと結構水分も減る、はいうん、で秋山選手もうボーン筋肉持ってるじゃんそのパンパンの筋肉、はい、いや、はい、だからそれを一瞬抜いて体重をつけることができるで、はい、ダイエットから解放されてめっちゃ食うと、あのー、筋肉は 普通以上に炭水化物を中に入れることができるんです。貯めることができるんです。ースーパーコンペンセーションっていうんですよ。<ー>だからマラソン選手もこういうまあ,あの科学的、科学結構僕が勉強してた時から進化してるんで、ちょっと変わってきてるかもしれませんが、マラソン選手はあのしあ試合っていうか、レースに向けて1回炭水化物を抜,きな抜いてそのトレーニングしてるの。で、試合前に。 炭水化物を取ってだから多めに取ることができるの<う>だってマラソンって炭水化物がなくなるっていうのが問題なの<ー>ずっと走ってるから、うん、だからなんかえその横にドリンクとかそ<う>あのスポーツドリンクとか置いてあるてスポーツドリンクそうそうそう、はい、もちろん,そのあのなんだ汗もいっぱい出てるからそういうのも必要な,、はい、なんだけど実際に炭水、はい、体に入ってる炭水化物足,に足の筋肉に入ってる炭水化物がなくなる で走れなくなる、燃料切れペースが遅くなるっていう問題があるから、燃料切れっていうことです、ね、そう,そうそう、マジでそれぐらい走ってるんだよ。<ー>あのー、マラソン選手って、ハートが強いといつも思う、<laughs> 一番苦しいスポーツかもしれないから、そうっ、ん、て、ただ走る <laughs>。だって、めっちゃ痛いよ、うん、痛いのが何時間も続くのは厳しいけど、格闘技と違う。 厳しさですね、はい、でもとりあえずそういうことがあるから秋山選手が、ね、ダイエットしなくてもう好きなもの食べるとブーンって爆発するよそういう意味でそういう今体重がめっちゃ増えたっていうこともありますって言いたかっただけです。だからなんてていいうのずずっとずっとと毎日インチキしている とは限そういうことです。うん、でもね、うん、そうあ、まあ気持ちはわかるよ。みんな、青木選手に勝ってほしかったから。気持ちはわかるけど、やっぱり試合に勝ったらね、ね、その後から文句は言えないと思う。まあでも、なんて言うんで、いけないことなら別に。 まあそうだね。まあ例えばすごい極限的な例を言いますけどマイク・タイソンとホリフィールドあったじゃん耳かじったじゃん、うん、あれは後から言ってもいいじゃんでも DQ で負けたじゃんうんいや、yeah、だから別にいいんじゃない ?DQ で負けたからうんまあそうなんだけどでもダメじゃんそれってまあダメだけど、ね、だからダメでなんでこのでもその それが終わって10年後、マイク・タイセンがなんか試合するたびに、おー耳かじったやつだ、こいつダメだって言えないじゃん。でも、耳かじったやつだは、残ってるじゃん。残ってるよ。うん。いい意味で。残ってるね。いい意味で。<laughs> <laughs> うーん、うん。まあ、そうだねな。なんとか言ってることは分かるよ。うんあの。インチキはダメです。うん。ルールは、ね、守んないといけないですね。そう,そうですね。うん うん、でも、その試合後には青木選手がたける天心になれないって、でなんかインタビューって言ってたの,、はいそのも、本当に面白いと思った。だって、僕の中ではファイターってこのレベルっていうのがあるの、で、簡単に分けると、ファイターレベル、あーチャンピオン、うん、と、ワールドクラス、世界クラス、はい、トップのトップ。 で多分90%がファイターでそのファイターの中でチャンピオンがいるのそれも結構少ない、はい、でもそのチャンピオンたちの中でもう一つクラスがあってそれがワードクラス世界レベル<ー>で天心とたけるはこの世界レベルのところに入ってるの本当にレアで特別なもの、はい、で青木選手は 実際、世界の MMA を見るとファイターレベルに入る。うん、もちろんシュートのチャンピオンになってるし、ワンのチャンピオンにもなってるんだけど、結局、ベン・アスクリンとかになんか負けるじゃん、はいベスが。ベン・アスクリンはチャンピオンレベルなの。はい、でしょ、はい、だってベン・アスクリン、ベラトールですごいチャンピオンになったけど、UFC に入って、ファイターレベル。 そのチャンピオンレベルじゃん。だって UFC のランカーと戦えるのはみんなチャンピオンレベルだから。だから青木選手はそのファイターチャンピオンレベルに入ると僕は思ってる。で、そのファイターチャンピオンレベルに入ってる選手がこのウォールドクラスと戦うと勝てないの。はい、勝てない。で、普通にこういう青木選手がまたチャンピオンレベルと戦うと勝っても負けてもおかしくないような試合になるの。はい、でも チャンピオンたちと戦って毎回勝っていくのがワールドクラス。うんだから、それがね、あのー、すごい悪いことじゃないって僕は思う。まあ悪いことでは、<悪>じゃただそういう、なんていうの、現実はありますね。そううういう現実なので、うん、もう なんか青木選手ほどじゃなくてももう10試合ぐらいやってると自分がどのカテゴリーに入るか分かってるはず。ああ<ー>。絶対みんな分かる。で今この時代では夢を見ろあチャレンジしろっていうのが流行ってるんだけどなんか可能と不可能のものはあるんですよ。であ英語で言いますけど「You can't be something you're not」だから。うんうん な日本でなんて、てどうやっ自分じゃないものには自分はなれないよっていうことだ。そうそういくらチャレンジャー、うん、スピリット、精神を持ってても、うん、あなれないものにはなれない。自分じゃないものにはなれない。なない例えば僕は明日からワニになりたいって言ったら不可能なわけじゃん。<laughs> うん でしょ <Yes. S 1> そのラインがあるっていうことでまあワニ,ワニとかゾウさんとかこの理論をその、ね、アメリカのトラスチンダーコミュニティがもう潰してるね <laughs>、まあ、まあ手術の力で <laughs> でもワニには何例えばさ外見手術とかして外見とかを変えたりしても自分は自分じゃん、うん、頭の中はでワニとかゾウさん とかほど極限的じゃないけど僕は他の人にはなれないのそうその人にはなれない、うん、だから頑張れば自分の何て言うんでしょうな何にでもなれるはまあでっかい嘘だと思うそうまあそ,そういうことですで新青木選手はもう自分のね どういういファイターなのかもっとポジティブに言うと、うん、どういうファイターなのかも分かってると思うだからなんかすごいある意味悲しいこと言ってるんだけど事実だねって、うん、そういうの僕は聞いて嬉しいっていうかもっと普通にそれを言う人が現れてもいいと思う。 まあ何て言うんでしょう、ええ、その悲しそうだね悲しいって思っちゃうのかな <laughs> どうなんだろうどうなんだろうねうん、うん、でもあ僕そうだねそれが一つ思ったものとうん、うん、あともう一つは自分がそういうファイターレベルただもう一人のファイターっていう感じの中でまだ続けている選手には、まあ、リスペクトするよ、うんうん 本当にイスペクトできると思うだって結局そういう選手がいないとこういうワールドクラスもいないっていうことになるから、はい、だから必要なものなんですで僕が一番好きなファイター選手は結局そのファイターカテゴリーに入ってると思うよ。お<ー>うん 例えば今日試合したマットブラウンとか大好きマットブラウンすごいでもチャンピオンじゃないじゃんはいや、yeah, 絶対ワールドクラスじゃないけどすごい好きだよジャスティン・ゲイジーもワールドクラスのハビーブに負けるけど大好きトニー・フェーゲセンも大好きでもゲイジーはワールドクラスだよチャンピオンでしょワー,ワールドレベルだよもう We'll see オリフェーラーと戦ってわかるシー、ねうんうん でも、ハビーブと違うじゃん。ハビーブはハビーブがワールドクラスなの。GSP もワールドクラス。ワールドクラス。ジオン・ジョーンズ、ワールドクラス。カマラ・ウスマン、ワールドクラス。ダスティン・ポリエン、チャンピオン。ジャスティン・あダスティン、いや、ダスティン・ポリエン、チャンピオン。ジャスティン・ゲージ、チャンピオン。だから、そういうこと。へえ。だって違うじゃん。UFC の中でチャンピオンがいる。でも、そのチャンピオンたちを、 次から次倒せる、うん、チャンピオンもいるそれが,それが世界ワー<界> <Class> ルドクそうなるほどそうはいと僕は思ってる、うん、だからそれに比べるとシアオキはチャンピオンファイターはいそこら辺になるのはいで僕はそういうキャット、まあ もちろん、それなんか上からうこういうようなとこうだってやってるんだけど、なんかファイターたちをなんかカテゴリーに入れないといけないと僕はそうやってみる。だから、すごいだろう興味深いことを言ってるなと思った、タケルと天使になれない、はいうん。だからそれはねタケルと天使がそれほど特別なものだっていうものですね。特別ですよね。本当に something special だよ、うん。 <Yeah. S 2> なんか頑張ればなれるそういう問題じゃないってういうい僕が言いたいのそうそう,そう,そう,そうただ今のそうだねあのそれを言っても SNS ってはやんないからまあでも何て言うんて SNS ではやんないけどなんかまあそうだよねってみんなはどこかで思ってると思うまあ大人はね <laughs> 大人はねだからそういうことうん、うん でもいや、ああ、す o o d fight! 本当にいい試合だった。パ、うん、ンクレースだったし、わお。わおってしか言えないよね。あと、DJ vs. ロッターもわおでしたよ。なんか意外にすごく面白かったですね。面白かったよ。はい、面白かったよ。DJ、1ランダーちょっと危ない場面もあったけど、はい、結構、もう一回が。 うまかったよね、<laughs> デミシュース・ジョンセン。パンチも当てたけど、そのパンチがまるでインパクトがないように見えた。やっぱりキックボックシング打撃だけやってる選手と MMA をやってる選手のその打撃の質がちょっと違うよね、インパクト、でも、そのライセンでも見れるじゃん、例えば怪物君の蹴りと、はい、他の MMA ファイトの蹴りって、誰が見てもこれ違うなってわかるでしょ。うんうんうん いやそういうこと。はい、でもだい出す方だけじゃなくてもらう方もちょっと違うと思う。はい、打撃ずっともらってきてるもん、人生で。はい、はいはで、DJ、体重思いっきり乗せて、バーンって当てたもん、はい、前に出て、で、はい、さポコンねえロッタンはワールドクラスですよ。ロッそう、ロッタンはワールドクラスだよ。うん、だから、ワールドクラス天使と戦える。 はい、でもチャンピオンがロッタンと戦うと分かる、はい、いやレオナル・ペタースもチャンピオンだけどタケルと戦うとそうなるじゃんまたその話に戻ったけど結構興味深い話だからでもとりあえず、うん、DJ あのラスト30秒で結構いい右フックもらって聞かされたよね、はい、いやちょっとふらってなったけど、はい、そこで DJ デミミシュチジョンセンをセーブしたのはその首相撲なの。 で首相に付き合ったっていうところなんだよねだってホールディングしてあここちょっとブレイクしたいっていうなんかそういう行動を取ったらレフリーはすぐブレイクしてまた戦うことになってた、はい、ただその組んで膝を当ててたからレフリーはブレイクしないのだったらもう一回のルールで膝が出てると止められないのうん,うん、うんうん、でこれはもうタ回ルールだったからキックボシルールじゃなくてだから DJ はうまく首相に付き合って、はい、そこで 回復することができた、はい、本当にそこがなかったらほん危なかったと思う、うん、結構その聞かされて首相も10秒ぐらい続いたじゃんはい10はいじゃあそれぐらいでうん、うん、いやあれがキーポイントだったと思う、うん、でもロッタン強いよね ロッタンめちゃくちゃ強い <laughs> めちゃくちゃ強いです <laughs> 打撃は強いよねいやうまいですよね打撃が本当に <うん S 2> パワーとかブンブン振り回してるだけじゃなくて <うん S 1> すごいあの DJ が攻めてくるときにフック合わせたりねうまかったよすごい良かったですロッタンのそうだね試合もっと見たいんだけどもう痛いでね でもね、ここもなんかロッタンが負けた理由が一つあって、うん、MMA に転向するとその MMA ルールに転向するとま,あまず最初に面白いことはロッタンがサウスポーになった、はい、何を狙ってたのか分かんないけど、はい、わざわざサウスポーになって戦ってたのが面白いなと思ったでも下がりながらうまく回ってたよね、動,動きも止めなくてそのそうですね距離をうまくコントロールしてましたね。 いやずっと動いてたのがキーポイントだった、はい、でやっぱり動いてるものを捕まえてタックル、ね、グラウンドに持っていくの難しいじゃんまあ,、はい、あの止まってる人よりも難しい、はいはい、<laughs> 動いてるだけでその結構あの DJ にとって大変だったと思うあとその一発も持ってるからわざわざ強引に入っていくのもちょっと危ないところがあるんで、はい、でも 確か DJ が蹴ってロッタンが足を止めて一瞬前に出たの。そう、パンチをパンチを当てようとしたの。That's、はい、That the mistake. そこが間違いだったの。なんでパンチを当てようとしてるのなん <laughs> でか僕が思ったのはもう癖だよ。もう出してるのはわかってないよ。そこにいるからもう普通に。 そう、タックルブロックして、パッ、フックで返すの。<え>そう。いいカウンター。<う>キックボックシング最高のカウンターなんだけど。もう絶対癖で出たと思うそこだけで前に出ちゃったの。うん、で、止まった。バー、うん、うわで、DJ がそれをくぐってタックルを取った。でも、DJ がはめたと思います、それ。完成あるよ。うん。うん。可能性あるよね。うん。そこで、いや <laughs>。で、キックルールだと、 絶対あのカウンター当たってるもん,うん、うん、ただキックじゃないから足掴みに行けるじゃん,うん、うん、でもあのフックの軌道は立ち技オンリーだったら危なかったよね当たるでしょ <laughs> まあ当たる可能性は結構あるよ、うん、でもそこだったんだよねもちろん頭の中ではただこのラウンド生き残るって思ってたんでしょう、はい、ただ、うん、確かに直トが言った通り癖が出ましたね <I> もらったら回数。で、いつの間にかなんで俺グラウンドにいるんだっていう感じだったと思う、う本当にうん。そうだね、さすがディミチュース・ジョンセン、UFC チャンピオン。<laughs> そうなるでしょう、グラウンドに行くと。もう圧倒的でしたね、本当にグラウンドに行けばね。はい、でも、DJ ももうあ、ん、回使ってたよね、1ラウンドで。はい もっと逃げると思ってたでも結構付き合ってたからすごいなと膝入れてたもんねそうクリンチでねそうそこがき本当にそれやってなかったら危なかったよ危なかったいやホールディングするとレフリーすぐブレイクするからで結構効いてたと思うぐらってなったもんはいはいはいいや面白いねこういうミックスルールこの試合は本当に興味深かった本当に すっごく面白かったのはその1ラウンドロッタンがもうガーってブルドーザーみたいに前に出てで2ラウンド始まった途端もう完全にその真逆の立場になったっていうのがすごい面白かった <laughs>、うん、ロッタンがそうやって下がる見たことないからな見たことないそう <laughs> <laughs> なんだこれってのなんでピョンピョン跳ねてるのロッタンっていうまあ結局ロッタンもそういう MMA になるとはそういうのが そういう打撃スタイルがいいって考えてるっていうことですよ。はい。うん、いやー、そのキックボクシングスタイルは MMA で使えないんだよ。絶対使えないよ足。足つかみやすすぎるもん。うん、そうだね。あのピート・リアンぐらいにならないと。あとは、うん、今日、アスクラフに戦あ勝ったカイ・カワ・フランス。うん、でも、ベタ足ってわけじゃないでしょ。なお、ベタ足は絶対ダメだもん。うん でもキックボクシングのうまいやつって、ベタ足じゃないじゃん。まあ、MMA で見ると、それはベタ足と言えると思う。うん、MMA の基準だと、うん、キックでは違うかもしれないけど。なるほどね。まあ,あ、そうですね、ロッタンと DJ、そして CM おきわず、うん、秋山の感想はそれぐらいです。はい、あと、ほかにすごいあの、めっちゃいい試合があったんですけども、今日トピックが多いから、ね、次に進んでいきたいと思います。はい ましょうえっとそうですねワンじゃなくてライゼンの追加カードおお、oh. えっとそうですね外国人選手が入ってきますついに Yes。ビッグボーイズが入ってくるよはい2、えー、二人入ってきます、えー、CBI ショーマーバー,サーズ、えー、リハーズ・ビースリハーズ・ビース,ビース面白いね面白い名前ですね うんまあ、このビッグズ選手の実績をちょっと調べたんですけども一応プロボクサーだったみたいです<ー>でキックボックシングの経験もあったかどうか、うん、よく分からないんですけどもあるっていうのは聞きましたただボクシングの戦績はあの God bless boxreck ボ Box クレックは何でもありますね本当にボクシングのシェルダークだから<ー>、うん、ボクシングの戦績を見たら20戦もやってます13勝 11KO7 敗。だから13勝 11KO だよ。KO マシンじゃん。はい。でもね、もっと深く調べると、そうですね、僕はも結構深く見るのが好きなので、えー、っと、その13勝の中の相手、8位はデビュー戦をしてる相手でした。 あボクシングですよ、これは。This is boxing. This is boxing ですよ。だから実際、ね、まあ戦績だけ見ると結構強いんですけれども、実際どれほどボクシングがうまいのかはよく分かりません。で、MMA 戦績もそんな感じですね。あただ、数字を見ると9勝合計を2 1本、0敗。はい。だから9007フィニッシュ。まあ、強いんじゃないですか。はい。 でも、渋谷翔馬選手もあの、スダリア選手に勝って。シビサイあ、そうだ、シビサイ。失礼しました。シビサイ翔馬選手ね。<laughs> いい試合見せたんで、これは楽しみですね。<laughs> ビッグボーイズ。そうですね。大きい選手が戦うのは僕、結構好きなんですはい。刺激があるじゃん。ただ、ゾンビファイトになると、ちょっと厳しいね。そうですね。<laughs> で次はあ武田浩二選手 VS ス,ス,、ね、スパイクカーライカーライルカライルねカライル s o スパイク<く>カライカライルそうだねいやスパイクカライル yeah okay yeah. アルファジンジャーっていうリンネームがあるんですアルファジンジャーいや、えー、元 UFC ファイターなんですよ<ー>、uh, UFC で参戦していていえっと二敗一勝なんです。 で今、ベラトールで戦ってます。なるほど。戦績は、えー、と16戦13勝、6KO61 本。だから1回しか判定まで行ってないです。で、3敗。すごい変な戦い方を使いますね。変、う、と、ん、はどういうあすごいおかしい。あな,んなんて、なんかダック。 出す打撃は変じゃないんですけどもなんか変なんかリズムがおかしい <laughs> 絶対リズムオンチっていう感じの<ー>戦いをするので,す、ねうん、でもその柔道で黒帯を持っていて<う>あブラジリアン柔術あの柔術で茶帯を持っていて空手は4歳からやってたみたいです<ー>でレスリングは12歳から16歳でその後から、えー、とブラジリアン柔術をやったじゃあ本当にオールラウンダーですね本当にオールラウンダーですでも 戦いを見るとこの人絶対うまくないって思うの<ー>すごい変だから <laughs> でも勝ってきてるなるほど。勝てば OK そうで彼がっ田、えー、武田ジー選手と戦うからこれは結構楽しみしてますねはい This is a good fight 竹、うん、田浩二選手も結構毎回いい試合をするから、はい、ただその黒さがちょっとねえ、あのー、減ってるかもしれないです、ね、ちょっと減ってるからその強さももしかしたらね ちょっと削られてるかなって思います。<laughs> <laughs> <laughs> ここで負けたら絶対言われるよね <laughs>。<Yeah, S 2> <laughs> そうですね。うん、強いからいう <laughs> そうですね。で、しあの、守備最初馬選手が、えっと、なんだっけ、あの、勝った、そし相撲がい、ズ<ん>ダリオ。ズダリオ選手に勝ったっていう話したんですけれども、ズダリオの双子。 はい。がデビューすることで。おぉセキシュレックとやるんですよ。ええー、これはトリガーの方ですよね。あ、これはライゼン、その、いやいや、チェガーじゃない。トリガーだよ、シュレックは。セ根シュレックはトリガーです。あ、そうなんだ。はい。チェイガー, 3? 3ガー3え3、ー、何日四月,16 4月あ、そっか、一つチェガだったんだね。うん、オッケーオッケー,オッケー、そう。これ結構。 あのー、スタリアリオ選手の双子だからちょっと興味持ってます。興味深いですね。双子で相撲やってるのってそれ史上初なんじゃない？どうなんでしょう。相撲は僕全然わかんないから。わかんないよね。うん、MMA で双子はいるかな。有なんか結構有名になった双子<ー>いるでしょうでも,も。多分いると思います。武大はいるいますね。うん。でしょ。 あの、oh, no. 双子じゃないから、ピノブロドス。双子じゃないよ。双子じゃない。No, <No. S 1> ああ、じゃあ違う。双子は結構レアだよね。レアですね。確かに。で双子って普通なんか、体格が小さいって言われてるじゃん。言われてますね。こ<う>、うん、のスナリオ兄弟たちはちょっと違いますね。確かに。ビッグボイズだよ。はい。うん、Anyways, えー、と、次、朝倉栞奈選手、えー、復帰戦決まりましたね。 <Yes. S 2> 相手が、えー、サラミっていうのかなサラミサラミ、うん、あ,あんまりそうサラミ選手詳しくないんですけれどもすごいベテランだっていうのは分かってます<ー>強いらしいです、はい、あまあとりあえず朝倉漢那選手に勝ってほしいよねそうですね行朝倉漢那であこれはすごいびっくりしました、えー、すごい超 超ベテラン、剛・小坂選手。なおと知ってるかな知らない知らないと思うよ。<す>知らなくてもおかしくないです。あの実は US16 で1998年でキーモ・リアポート戦ってるんですよ。へ <laughs> <laughs> すごい1998年だよやばいやばい剛子ですか坂50歳なの今はこれが引退試合なのかなでで僕がなんで剛子小坂選手のこと知ってるかっていうとバスルーテンと UFC で戦ってるからああ UFC18UFC18 だよ18でそうバスルーテンに KO 負けしてるの、えー、でバスルーテンがそれ勝ったからケビン・ランドメントタイトルマッチをやって UFC チャンピオンになった すごいよ。50歳で試合をするなんて。<laughs> やばいですね。やばいよ。で、次はまあ、ケラモフ、相手決まりましたね。ャラモフ選手。誰も戦いたくない、ケラモフ選手。相手が決まりました。はい、佐々木ウルカ以外、誰も戦いたくない。そうですね。ああ、いや。まあ、戦いたくないでしょ、強いもん。相手は中島太一選手。 はい、あまあ中島選手は実はねあのンあ、パンクラスのバンタム級チャンピオンなんです。お<ー>でもフェザー級でも戦っていて、えー、っと実は堀江選手にも勝ってますね。へ<ー>結構最近ですよ、2020年で。お<ー>強いのは間違いないと思う。の強い,強いもの同士であと、面白いことにダン・イゲと戦ってるんです、UFC のフェザー級の。へ<ー>でも、それ、あ勝ってるんですけれども、これ、ダン・イゲのプロ3試合目で。 結構なるほどキャリアの早い時からぶつかって、はい、そうですね、はい、勝ってますねダニーゲーもすごいねダニーゲーパンクラスで戦ってたって思ってたすごいですね本当にみんなつながってるんですね <laughs> そうだね、うん、だからまあ USCUSC じゃなくてライゼンの追加カードはそうですねまあ他にあったんですけど僕の注目を取ったのはえー、っとそうですね先ほど買ったカードですいい試合ですねいい試合ですよ、うん いやまあ、早速あのクレイジーコーナーに入っていきたいと思います。クレイジーコーナー。今日は何が起きていますか今日はねマズドが逮捕されたよ。今日じゃないけど、あのえー、マズドが逮捕された。これ絶対の後、ニュースで見たでしょう。どうでしょう僕えき、マズドがコビを殴ったのそうなんだ。 え知らないの知らないあそうこの時期の後めっちゃ忙しかった時かライブとかいろあったんでしょ多分えっとねそうだね最近あんまり見てないかもしれないですけ、ね、最近って言っても4日5日前ぐらいの話かなお<ー>、うん、でもあのマツビドウがなんかそのマスクとこのフッドを着てはいコービがなんかレストランから出たところで殴ったの何回かへえじゃあ アンブッシュしたんだアンブッシュしたで逮捕されたよ逮捕されるでしょそ,<う>それはそ<う>ダメだよそ<う> <No. S 2> であその警察のリポートによるとこ、はい、コービーはその歯が折れて、oh. あと、まあ、手首を痛めたっていうことですあと着 <Yeah. S 2> けてたあの90万ドルのローレックスもちょっとダメージを取った <laughs> <laughs> だからあのそうですねホルヘイちょっと そうね、いいところにはいませんね。もちろんコビー・コビン店だから訴えます。で、その結果はまだ出てないです。うんうん、ただね、あの、ホーヘイはあんまり言い訳できないよね。なあ。などんな状況でもね,ね、UFC ファイターなんだし、その、いや、ストリートはダメですよ。ストリートダメだよ。ハビーブは Twitter で僕はハビーブが書いたとは思わないんだけどコービーのファンじゃないみたいです。<ー> UFC のウェルタキファイターはとりあえずもうはあーコービーと戦わなければいいんだって言ってた。あ<ー>こういう家族とか宗教とかディスるのはダメだ。うん、もうみんなこいつと戦わないことがいいって言ってました。はい、ただね、それには大きな大きな問題があってコービーと戦うとファイトマニーが上がるとみんな戦うの。はい そういうビジネスだもん。とあと、事実上、コルビ・ー・コヴィントンはナンバー2だもん、うん、でしょ誰がコー,ビーで、ナンバー1。カマール・ウスメン。ああ、そうだね。ウェ、うんね、ルタ級の中で2番目に強い人じゃん。うん、だから、戦わないといけない。ウスメンと戦いたいなら。うん、そうだね。 なんか自分の立場をすごいうまく利用してると思う、カビンタンは。僕はカビンタン好きだからね。うん、まあ、僕はそうですね。やってることはやっぱり好きになれないかな。ああ、そっか。うん。でも、なんか嫌いじゃない。僕は全然そう。全然嫌いじゃないし、結局みんなが見たいからやってるんだよね。Yes で。で プロレスリングプラス本物の試合だよ。<laughs> うんうん、それをやってるのなんでプロレスリングはいいんだけどこれはダメなのプロレスリングはみんなフェイクだと分かってるから。コービーもフェイクだよ。だからなんていうの,その例えばプロレスリングでは僕が あなたにひどいいことを言いますであなたが僕にひどいことを言い返します。うん、で第三者の目線お客さんの目線ではこれは芝居なんだっていうのがアクティングなんだってみんな分かっている。うんうん、でも、えー、っと UFC とかそういうファイティングの世界になるとまた同じパターン僕がひどいこと言ってひどいこと言い返されてで勝てば自分は正義なんだっていうのがあるの。うん だから結果的に強かったら相手の宗教親何,も何でもありなんだよ強かったら、うん、相手をボコボコにできればっていうのが最後に残っちゃうから僕はやっぱりカヴィンテンはやってることはあまりファンになれないけどでもカヴィンテン自身は嫌いとは思わないめっちゃ強いし真面目だと思いますし、うん、芝居だっていうのが分かるから コミンタあんまり嫌いになれないけどでも実際やってることはあん,あんまいいことじゃないよねって,っていう感じかなそうだねやっ,言ってることは誰にも真似してほしくないよね、うん、ただコビービになりたいっていう人がそ,そもそもいないからうんそれが <laughs> だから大丈夫なの <laughs> まあ <laughs> <laughs> ね <laughs> みんなこの人かっこいいなこの人コのビーコービーコーになりたいって言ったらちょっと問題だと,と思う、うん、だからコーナー・マッグレッグはあんまり好きじゃないの あみんな真似するからコービーの真似する人はいないから <laughs> <laughs> まあ確かにでもだから何て言うんでしょう、まあ、でもまあ何とか言うとりいやすわコーナーとコービーがやってることは同じじゃんただ今この時点ではホーヘイがもっと悪いことをしたのそういや、うん、それとちょっと残念だよね残念ですね や、でんです ?Anyways,、um, more news:Bellator t o u r n a m e n ス Sergio Pettis, Auto! James Gallagher, 人がアウトされました。えー、そうなんだそうなので。相手同士だったんでしょえそうだった ?No, no.8 人トーナメントでしょ、はい、?Sergio Pettis がアウトで、James Gallagher っていう選手がいたんだけど彼もアウト。だからなんかワイルドカードっていう感じの2組が入って、はい。 でそれは2人が試合してその勝者がトーナメントに入るっていうことでその2つの試合は堀口バ、えーサミッパッチーミックスの同じ大会で行われるそうです、はい、ただワンアッチュレーターも入ったのでそれは嬉しいですねワン<う>、so, アッチュレーターがサージョー・オペレスの代行として入っている感じなるほど、うん、だからアーチュレーターがスタウツと戦うことですね ほうほうほう楽しみですもう、uh, なんか理由があるのああ、uh, ペレスはけあ<ー>ジェームズも多分怪我だと思うなるほど、うん、っていうことですねいやいや,やいやまあ堀口 VS パチンメックスの試合は楽しみですよ、はい、本当に楽しみにしてますうあどういう堀口が現れるんでしょう,<も>うわあここで,でもグランプリだからベルトのためでしょどうなるんでしょう、ね、そうなんですそこがどうなるんでしょうっていう感じうん まあ勝った人がチャンピオンになって、セルジオ・ペレスがそれに挑戦するのかな、どうなんでしょう。それ,そ,れそれとも逆なのかなペレスが挑戦者になっちゃう。か,かな奪されてになれか,なか暫定チャンピオンが現れるんじゃないそ,そっか、ベラトル暫定が出てくるかもしれないですね。可能性あるね。はい、<laughs> まあそうですね、ベラトル大注目です。うん、次は、えー、と平本蓮、えー、新しいトレーニングパートナーが入ってくるらしいです。<laughs> お Twitter ニュースですね。 まあ、あの周囲、ラタナと言ってたから出たんであの、間違いないと思います。<laughs> あのまあ、フェザーからライト級、えー、外国人みたいにフィジカルが強いメジャー大会の経験がある、えー、元選手があのトレーニングする、まあ、一緒にトレーニングするということが決まりました。<ー>彼も元日本レスリング王者にもなってるそうです。おお強いトレーニングパートナーが平本蓮選手と。しかもレスラーいや、トレーニングすることで、うん、まあこれはどうなるんでしょう いろいろ平本蓮のトレーニング環境について結構書かれてますね、うん、最近は、うんうん、でも実際何が起こってるかは誰も分かんないんですよでも <laughs> その上に実際どんなところで練習してもやっぱり実際本人が本人のっていうか本人の,その練習に向けての 気持ちとか考え方が合ってなければ強くならない、うん、だから強いジムに入っても強くなるというわけがはないの、はい、逆にああっていうジムに入ってめっ強くなる選手もいる、はい、と思いますだってコーナー・マッグ・レガーは、ね、全然有名なジムから入出てきてないじゃん、はい、今知られてるんだけどそれはコーナー・マッグ・レガーのジムだからでしょそうだからでも強かったじゃん UFC になった時めっちゃ強かったよ、うん、強かったですねだからそういうこと うん、もちろんそのトレーニング環境もすごい大事なんだけどそれよりもやっぱり選手の態度と試合に向け、うん、あトレーニングの毎日の態度だね、はい、毎日練習してるからそれが一番大事だと思うだからこれからどうなるのかが楽しみですねでも面白い話そのトレーニングに向けての態度ってある程度そのジムが そのなんてうヘッドコーチとかが選手をそういうふうに育てるじゃん。育てようとできるけど。うん、なるほど。英語で「You can bring a horse to water, but you can't make i m drink it」ってあるじゃん。馬をこう水飲めっていう水を持ってくることはできるんだけど、実際飲ませることはできない。うん、そ,うなそういうことなんじゃないですか 結構そういうことだと思うだと思うなるほどだと思うだって十人に同じジムで同じトレーニングをさせてもみんな違う結果が出るよはいそう思わないあお、思いますでしょ、うん、いやだからそういうことうん ただ、そのトレーニングメニューをやってすぐ帰るやつもいるし、トレーニングメニューをやってそれからもっとやる人もいるし、はい、それをやる前からもっとやる人もいる。で、うん、終わってもまたもっとやるっていう人もいる。だからそういうことなの。強くなるのは、チームとかそういうのよりもその選手自身の影響がもっと大きい。きいけ結構大きいと思う。かなり大きい、まあ yeah、思ってる以上環境だけじゃないって言いたいということですね。うんうんうん、はい いやそれは俺のクレイジーコーナーだけどな a となんかクレイジーなことありましたかこに関してもじゃなくても今週なんかクレイジーなこと起きたらぜひいや俺何もないな最近んなあとのそうだねパパさん生活 Nothing crazy Nothing crazy だよ。Nothing crazy、まあ、が一番安心していいよ。まあ、まあ、まあ、もうでも世界、世の中今、超クレイジーだから、うん、なんかそういうとこ嬉しいことがありますね。その、うん、確かにシーンが言ったみたいに、クレイジーじゃないことがいいっていう。クレイジーじゃないのがいいよ。まあ、クレイジー。最近本当になんかもう、なんていうの、その、頭が老けたと思う。<laughs> 頭がいやいや、でもいい意味に。もっとああ なんていうの自分で言うのもあれなんだけど自分もっと賢くなったと思う、うん、ちゃんと無駄なものはめんどくさいって思って思える人になりつつある <Yeah. S 2> なんか言ってることわかるかないやーだつ僕がそうだね多分5年前に <laughs> 考えたものだね <laughs> うん <laughs>、うん、そう無駄なものはもう疲れるからでもちょっとな怠けてるその とところもあると思ううん、うん、いやだってなんか変えられないものを変えようとしても意味ないと僕はもう結構前から思っててでも僕は意味ないとは思わない今でも,、うん、もまだそは違うねう <laughs> だってさその変えようとしているところでいろいろなことを学べるもん、まあ、そういう道に乗っているとそう そそういういの目的を自分を変えるっていうさその目的を達成できないかもしれないけどたん自分は変えられる変えられると思うよ。なんか周り、うん、周りのなんだろうああだこうだもち、うん、ろ、うんなんか手をつけないといけないっていうところも,ものもあるんだけどすなければ別にいいと思う。 自分をか自分の周り友達家族を影響しないものだったら僕あんまり気にしない、うん、Can't be bothered、うん、と思うそれは僕のなんだろう生き方なのかなでも結構フリーだよいやーフリーだねあ <laughs> とはそうじゃないいや<だ>いやなんかかんて言うんだろう違うことを言ってると思うあ,あそうじゃどういう、うん、なんて言うんだろうだからただ そのこれはやる何やていうのもう大事やらなくちゃいけない大事なものが増えたって言おうか今今この場で考えてるんだけどどういうことが起きているんだろうってでも多分それだと思うやらなくちゃいけない大事なものが増えたからなんかあ,あれあれをやったらどうなるんだろうとかの 気持ちがだんだんん減ってきてきいる、oh. そのアドベンチャーの気分が何て言うんだろうだんだんなくなってきているいやいやそれは年を取ったって言いますねそうそうそうだから頭が吹き始めたって,っていうところから始まったんだけど <laughs> yeah, yeah, yeah. それが僕のクレイジーコーナーです、はい yeah, that's crazy <S <laughs> 聞いてる皆さんにクレイジーなこと言うとナ直トが弟なんですよ <laughs> でもさ、シンがそ,のそれを5年前にも習得したということで、やっぱり弟ですよ。<laughs> そうかな、<laughs> どうなんだろう。<laughs> でも理由が違うね、ナオトはそやりきれないからやめたの。俺はもうめんどくさいからやめた。うん。もうそれを、そうだねじ、ずっとそういうのを背負っていくスタミナがないよ。<laughs> まあ違うものを背負ってたでしょ。 あまあね、だから結局そ,そういうことになるよね、うん、そういう余裕がなかったっていうことだよね。うん、いや、人生面白いですね。面白いよ。まあとにかくそうクレイジーニュースがもうないっていうことでお、もう一つクレイジーニュース、ジョン・ウェイ・パー引退したんでしょ、はい、このワンの大会で、はい、それからラスト試合でした。はい、ジョン・ウェイ・パーっていう、もう一回レジェンドなんですけれども、うん、もう何百戦もやっていて。 何百回も塗ってもらってるのお<ー>顔うん、うん、その写真あ見つけられるかなその,その塗ってるそう塗ったところをもっとあのよく見えるようにしたいそうそうそう加工したんでしょそうなのでその写真を見るともう顔だ全部もう切れたことがあるっていう感じなのもうだからね肘ありだから肘はよくきすぐ切れるから すごいよ。What a legend.What a legend. って。マサトと戦ってるんだよ。K1 で。ブラックアウトも戦ってるよ。そう。これでしょ。Yeah, that's it. もし、あの、なんていうの。全部見える、うん、ようになったら。いや <laughs> やばいよね。やばいやばい。なんか映画に出てくるフランキンスタインみたいな感じ。フランキンスタインみたいな。<laughs> うん。 でももう戦う、なんだろう、スティリルにハマってやめられなかったんだけど、うんうん、最後の試合が。でもその、まさと、ね、とブワーカウと戦った時はもうずいぶんピーク過ぎてたよね。ちょっとね、ちょっとね、そうなの。だって、でもそ、あとはさキックボクシングだし、はい、ジャンパはもう一回ファイターだから。はい、でも、ナオトが言う通り、そり、ベスト時代はタイで戦ってた時だね、19歳とか、20歳ぐらいの時 ジョンウィン・ワーはなんていうすごい強くてベテランなんですけどピークはすごい若かったんです。あのキングスカップ、無差別、<う>無差別級だよね、あれ。無差別じゃないよ。あでも結構、もい<や>でもキングスカップは無,無差別 no, 絶対無差別じゃない。そう <No. S 1> でもすごい広かったんだと思う、その体重が。うん、そう可能性はあるかもしれ,ないそれを優勝したジョンウィン・ワーは。 YouTube に載ってると思う、その試合めちゃくちゃ強いもん強,強かったよね、うんうん、もう本当にタイ人だったもん、うん、うん、強かったで、あれからすごい試合して K1 で戦って、はい、あ武田幸三も好楽園で戦って、はいそう、めっちゃレジェンドだったね、いや,やっと引退したんだ。 やっと <laughs> また帰ってくるのかなあで <laughs> どうなんでしょう帰ってきそうですけどねでしょなかなかやめられないんですようんこの、うん、この格闘技はやっぱりっあでもあそしてもう一つ面白いことジョン・ウェイン,ン,ン・パーが初めて「ムエタイ」で MMA グローブの団体を作ったの 1FC の前にジョン・ウェイン・パーがオーストラリアでやってた「ケージムエタイ」って「うん、ケージムエタイ」うん 今は多分もうやってないけど。あとそのケージの中でやった。そう、ケージの中で。もう一をその MMA グローブで、オープンフィンガーで初めてやった人いやー、まだレジェンド。まだレジェンドですよ。いろいろな意味で。<laughs> そう、でもそ、うんいや、俺が言いたかったのは、その殴り殴り合いがそ楽しいんですよ、やってる時は。<laughs> やってる時は楽しいんだけど。<laughs> やっぱりプロになるとその準備期間が厳しい、うん、でやった後が厳しい、まあ、全部うまくいけばいいんだけど減量、うん、も厳しいでも実際やってる時は結構楽しいところがあるのでそれをまた思い出したのがそのブレイキングダウンを見て<ー>みんな楽しくできるの特に1分だったらやっぱり1分だったら準備もしなくていいし、うん、楽しいところだけじゃん。 あと、怪我するときやばいんだけど、ブレイキングダウン見てそれ、あの思い出しました。これって楽しいんだって。うん、<laughs> でも、まあ、まね多分次のエピソードでブレイキングダウンについて、えー、といろいろ思うことがあるんで、それについて話すつもりです。はいえー、それもぜひ見てくださいで。それを見逃さないようにチャンネル登録ボタンをスマッシュしてください。あと、いいねボタンもスマッシュしてください。あとね、新 i a オーバ秋山の試合の感想、皆さんの感想、聞きたいです。 コメント欄にお知らせください。ナオト以上ですか大丈夫ですか大丈夫ですよ。OK。じゃあ、今日、ここまで見てくれた皆さん、ありがとうございます。We'll see you again soon。さもう一回やりましょう。はあ、今日、ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございます。We'll see you again soon。またお会いしましょう。バイバイ。